参りましょう。グループ B 第6試合、波動ファイター。さあ、勝った方が決勝トーナメント進出ということになります。レッドサイドがマレーシア代表のチームマス、そしてブルーサイドはチャリオットですが、そのチャリオットがまずは先制点。よく動いていきます、チャリオット。落ち着いて、そしてチームマスも追加点を許しません。ここから追い上げていきたいところ、両チームの点はわずかに1点。まだお互いに得点入らない。ここでチームマスが得点を奪っていった。まだ序盤です、1対1の同点。半分半分、ここからですよ。この試合に勝った方が決勝トーナメント進出ということになりますが、ここでチームマスが2点目が入った。ただチャリオットも2点、3点目が入りました。チャリオット、これも1点差勝負になっていくのか。激しい戦いになってきます。まだ分からない。残り30秒を切って、お互いにちょっと体がぶつかり合いました。チームマス、もう前に出てきた。3人前前かもです。戦いを挑んでいくチームマス、4点目が入って現在リード。このシールドを駆使して戦いを挑んでいく。残り時間がなくなってくる。さあ、このまま逃げ切るかチームマス。5対3、チームマスリード。さあ、時間がなくなった。タイムアップ。ウィナーチームマス。まさか。皆さん、両チームに今一度大きな拍手お願いします。